なんかメジャーデビューしますって発表された時、まだ事務所とかに入って2、3回目とかでそのヤンオンだったりメジャーデビューっていうの聞いたので、なんかこれから頑張ろうとか嬉しいとかそういうのよりはなんかちょっと人事じゃないですけど、うわすごい ASP メジャーデビューするんだみたいな感じに最初は思っちゃってました。その本当に実感がなかったっていうのはとかちょっと人事に思ってしまってたっていうのは本当に一瞬で、自分のやらなきゃいけないこととかなんかたくさんその毎日増えるにつれて本当になんかだんだん ASP に自分がなっていったことで、なんか改めてそのオーディションでなんか生半可な気持ちで自分はここに来てないし ASP に入りたいってずっと言ってたので、メジャーデビューめちゃくちゃすごいことを自分のグループがさせていただくっていう気持ちに、なんか練習とかツアーが続いていくにつれてすごい切り替わって、それでなんかもう一気に焦りとか緊張とか不安とかももちろんあるんですけど、でも気持ちはすごくそこで切り替わりました。ヤオンはずっとそのビッシュさんとかギャングパレードさんの動画とかを本当に何百回も見てて、これがしたいっていうのがなんかその動画を見て本当に何回も思ってきた場所で、なんか伝説があるっていうなんかすごいすごいイメージがあります。 ASP に入りたいってずっと言ってたんですけど、それの理由がこれからなんかどういう道に行くかとかどういうステージに立つとかどれぐらい大きくなるとか全部自分たち次第なのかなっていうのがあって、ずっと人に甘えて人に決められてきた人生ばっかり歩んできちゃったから、自分はここに入って変われるって思って ASP に入りたいって思って ASP に入れたので、だけどなんか最初の方はめちゃくちゃずっとその合宿オーディションで合格させていただいたんですけど、合宿が続いてるみたいな感覚になっちゃってて、私ここで何かやらなきゃやばいなとか常に意見言ってないとっていうなんか変な焦りみたいのがずっとあって、変わらなきゃ変わらなきゃみたいな。だけどなんかメンバーそれぞれできること違くて憧れちゃったり、自分ってなんでこんな何もできないんだろうとか、何も持ってない自分いていいのかなとかいろいろ思っちゃうんですけど、なんかそういうことじゃなくて一緒に前を向いていくために必要なものとか全部なんか見つけていきたいって思ってます。私は合宿で加入させていただいたんですけど、なんかその時からずっと ASP に入りたいって言ってはいたけど、その加入してすぐにヤオンとメジャーデビューが決まってて、なんかそれは多分入る前ものすごい前から決まってたのかなって想像しちゃったりして、入りたかった理由がそのさっきも言っちゃったかもしれないんですけど、なんかまだなんかこう自分たちの可能性とかは自分たちで広げていくっていうのはすごいかっこいいことだなって思って、もう甘える人生じゃ嫌だって思って ASP に入りたいって言ったんですけど、もうなんかすでにメジャーデビューとヤオンが決まってて、でそれはすごく嬉しいことだしありがたくて、スタッフさんとか渡辺さんとかこれまでヤオンに立ってきた先輩方とかにもすごく感謝とかの気持ちが強いんですけど、なんかめちゃくちゃ考えた時になんか5人がそのずっと ASP っていうものを大事に続けてきてくれてたから私はヤオンに立てるので、自分の力じゃないって言ったらおかしいんですけど、でもずっと見てきた5人がヤオンに立たせてくれたから、ヤオンまでにその自分のできることを全部やって5人とかについていくだけじゃなくて同じ横並びになって前を進んでいける
ようになりたいって今思ってます。